はい、皆さんこんにちは、あちでございます。音切りそうですね、パート6やっていきたいと思いますね。なみ、それは俺がやる。だってあなたは家族じゃないもの。なみ、ここは呪われた館なのよ。私はその家族なのよ。私の家族がもしあなたに何かする気なら、私が責任を取らなきゃならないわ。ナミの目から涙が落ちた。嬉しいよ、ナミ。けど、そういうことは男の仕事だ。俺を君の家族だと思ってくれていい。アチェさん。ナミは僕に抱きついてきた。ええ、僕はごく自然にナミを受け止めた。僕はぎこちなくナミを抱きしめ。いや、もうここはごく自然に行きましょう。僕はごく自然にナミを受け止めた。わかった、ナミ。僕はナミを窓辺に連れて行った。ここで風に当たって気を落ち着けるんだ。何かあったら大声で叫べ。何かが出てきたら外に逃げるんだ。アーチェさんは？調べてくる。この部屋には少なくともミイラがいた。鎧があった。それを誰かが消した。そいつを俺は突き止めてくる。いよいよアーチェさん、私が行く。ダメだ。お願い、行かせて。ナミは僕を振り切って行ってしまった。僕は必死でナミを追って叫んだ。A、危険だ、戻ってこい。B、今は俺だけを信じろ。グッと来るのは B だね。はい、B で行きましょう。今は俺だけを信じろ。ナミはその部屋の隅で臆病な子猫のように震えていた。ナミ、今の記憶は作られた記憶だ。馬鹿げた考えは捨てるんだ。ナミは弱々しく首を振った。私、殺すの。え？これから私、お姉さんと二人でお母さんの剣で刺し殺すの。あ、お母さんを剣でか。ごめんなさい。刺し殺すのということですね。なんてこと言うんだ、ナミ。あ、もうダメ。私たちは呪われてるの。ナミ、とにかく落ち着け。一人にして私をほっといてよ。ナミは僕を突き飛ばして逃げ出してしまった。僕はナミを探した。今見つけ出さなければ大変なことになる。僕は屋敷中をどれだけ走り回ったろうか。ナミの悲鳴が聞こえた。アーチェさん、来て。僕はとりあえず無事でよかったと思いながら走った。急がなければ殺されると思いながら走った。それほど切羽詰まった感じにも聞こえなかったけどね。 A で行きましょう。とりあえず無事でよかったと思いながら走った。僕はその部屋に飛び込んだ。書棚の前でナミが立ち尽くしている。あ、見て。ナミが差し出したのは古びた写真だった。そこには二人の女の子が写っていた。すぐに子供時代のナミだと知れる顔だ。もう一人の女の子も同じ顔をしていた。私と姉のナオミ、私たち双子だったの。ここはやっぱり私が生まれ育った家だったのよ。バカだなあ。僕は笑った。偶然だったら、よく似た女のぐらいどこにでもいるさ。これでも、ナミは写真の裏を返した。そこには、ナミとナオミ3歳誕生日とあった。僕は絶句した。いや、ナミは僕を押しのけて飛び出した。ナオミさんカタカナなのね。ナミ待て、来ないで。ナミは泣き顔で振り返った。私誰かを死なせているの。出なければここから、これから誰かを死なせるのよ。バカ。ああ、血に染まった自分の手が見える。この手で私は誰かを殺すなよ。俺がそんなことはさせない。アチェさん、ナミ言うことを聞け。アチェさんこそ聞いて。ナミは叫んだ。
私が殺すのはあなたかもしれないのよ。ナミの泣き声が廊下の闇に消えた。あ、ナミ、このままでは僕らは終わりだ。あ、僕は思った。ナミが僕を殺すのとはどういうことだろう。そんなこともあるかもしれないが、なんとかしなくては。A でいきましょうか。ナミが僕を殺すとはどういうことだろう。ナミが言った。夜なのにゆらゆらと陽炎の燃える中庭だ。ナミは揺れる風景の中にいた。風景の中では幾層もの双子の女たちが血塗られた剣を前にして泣いていた。あ、幾組ものか、ごめんなさい。ナミ、僕は叫んだ。来ないで、アチェさん。この人たちみんな母親を殺して死にきれなかった人たちなの。ナミは泣き声で叫んだ。ちょうど私たち姉妹のように。双子の女たちの霊は風となって消えた。ナミ、僕は思わず叫んだ。女たちと一緒にナミの姿までが闇に溶け込むように消えてしまったのだ。ナミーと僕は震えながら狂ったようにナミを探した。そしてやっとナミを見つけた。ナミは凍りついたように立っていた。アチェさん、ナミ、僕が歩み寄るとナミの体は立ったままの姿でスーッと空中へ浮かび上がった。ナミ、駆け寄ろうとする僕の前へふっと白いものが現れた。私たち殺したのよ。もう一人のナミ、それはナオミだった。君、ナオミか。ナミを見上げてナオミは言った。私たちお母さんを殺したのよ。なんだって？ナミ、私たちお母さんを殺したの。するとナミもぼんやり言った。私たちお母さんを殺した。よせナミ、僕は驚いて叫んだ。そうよナミ、私たちお母さんを殺したの。おい、やめろ。僕はナオミにつかみかかった。あわっ。僕の手はナオミの体を突き抜けてしまった。ナミ、あなたも罰してもらわなくっちゃね。お母さんが待ってるわよ。ナオミは消えた。ナミが気を失った。ナミ、僕はナミを抱き起こした。ナミはぼんやりと僕を見た。殺してないよね。私お母さんを殺してないよね。ナミはいよいよおかしくなっている。当たり前だろナミ。バカな考えに取りつかれるんじゃない。ナミは自分だけを信じればいいんだ。ナミの目が不安そうに震えた。私殺してないよね。ナミ、僕はナミの肩をつかんだ。ナミは小さい時この屋敷を出た。いいか、ここまではそうだったとしよう。それきり今日まで忘れていた。十何年もお母さんと会っていない。それでいつお母さんを殺せる。そうよそうよね、ナミはぼんやりと言った。私はこの家から出されたんだもんね。私お母さんたちに捨てられたんだもんね。どうして私だけ捨てられたの。バカ、そんな話は後だ。でも私捨てられたのよ。突然揺れが襲った。ナミは誰かの声でも聞いたように急にヒステリックに叫んだ。なぜ育ててくれなかったのよ。屋敷は一層揺れた。ナミ、僕はぎょっとナミを見た。ナミが遠ざかっていく。見えない力がナミの体を引っ張っているようだ。だがナミは悲鳴一つあげない。むしろまるで子供が母に甘えるような安らぎの表情さえ浮かべている。ナミ、どこへ行く。僕は追った。ナミが廊下の暗がりへと消えた。ナミ、ナミの姿はない。屋敷の揺れは収まっている。わずかに開いているドアが目についた。 A、 僕はそっと覗いてみた。 B、
び、僕は力任せにドアを開けた。あ、覗きましょうか。僕はそっと覗いてみた。部屋の奥の窓辺で波がうずくまっている。波？僕は刺激しないように入っていった。わっ、立ち上がりざま振り向いた波の手にギラリと光るものが握られている。ゾッとするような剣だった。な、波？これを、この剣で渡してお母さんを殺したの？波、何言ってるんだ？刺したのよ、ナオミと二人でお母さんを。ナミ、バカな妄想に取りつかれるな。そんな剣は捨ててしまえ。私、これから罰してもらわなくちゃ。ミイラになったお母さんに。あ、バカ、いい加減にしろ。僕はナミを殴った。殴ったのね。あ、ミイラ、お母さんだったのね。剣は僕の足元に落ちた。ナミ、人を殺したとか刺したとか、そんなこと軽々しく言うもんじゃない。見て、あんなに、え、聞いてる？という感じですけどね。ナミはいきなり窓の外にお示した。屋敷の裏庭だ。そこには墓石が並んでいた。墓があんなにあったんだ。同じ墓石がペアで2つずつ並んでいる。双子たちの墓。そうよ、母親を殺して罰せられた双子たちの墓。いつの間にかナオミが立っている。それがこの館の呪い。西洋から移された屋敷の呪い。双子が母親を殺す呪い。冷たい声だった。7歳のお誕生日、私たちはこの剣でお母さんを刺した。床にあった剣が立ち上がると空を飛んで波の手に落ちた。私はもう罰を受けたわ。あなたも早くしないと呪いでミイラにされるわよ。あ、僕らは同時に叫んだ。剣が光った。その光の中で僕らは7歳の双子姉妹が母親を剣で刺す光景を見た。剣とナオミは消えた。ナミは真っ青だ。今のは私。私たちはお母さんを殺した。よせナミ、私も早くお母さんに罰を受けなくっちゃ。ナミがすっと歩き出した。A、行くな、ナミ。僕はナミにしがみついて止めた。 B、よし、では俺も行く。僕はナミについていくことにした。はあ、これは B だな。 A はダメな感じがしますね。まあ、先がこれで分岐するかどうかは分かんないんですけどね。よし、では俺も行く。僕はナミについていくことにした。来ないで。ナミは青くなって僕を止めた。なぜだ？だって私、罰せられに行くのよ。だからついていくと言ってる。罰せられるってお母さんに殺されることなのよ。分かってる。僕は言った。俺も一緒に罰せられてやる。ナミの目にみるみる涙が溢れた。アチェさん、私を苦しめないで。そう言ってナミは近くの部屋へ逃げ込んだ。ナミ、僕はすぐに追って入った。変わった部屋だった。正面の古びた壁にマリアの、母小僧でいいかなのタイル画がはめ込まれている。ナミは部屋の中央にいた。ここ、祈りの間だわ。僕は絨毯の上に誰かがそこにひざまずいたような小さな二つの擦り切れ跡を見つけた。ここでお祈りした跡よ。膝の跡がこんなに擦り切れるほどに何年も何十年もここで祈ってきた人たちがいるのよ。きっとお母さんもそうしたんだわ。ナミは床の跡に自分の膝を合わせて祈りの姿勢をとった。その途端、室内の空気が変わった。子供たちのすすり泣きが聞こえてくる。声は周囲の壁から出ているように思えた。あ、これだ。壁にピンで留められている古い新聞記事があった。明治初期の新聞の切り抜きだ。そこにはあの特徴ある書体で、
母親の双子殺しが報じられていた。西洋から解体して運ばれ復元されたばかりの洋館で起こった不可解な殺人。記事には館がこの地に立つ以前からの本国でのこの建物にまつわる忌まわしい伝説も報じられていた。そこに進む母、そこに住む母親は必ず双子を産んで自らの手でその子らを殺す呪いがかけられているという伝説。じゃあね、ちょっと時間きましたのでね、この辺で終わっておきましょうかね。ちょっと最後ボロボロでしたね私。この辺で終わっておきたいと思います。音切り草パート6、終わります。どうもありがとうございました。